中の IBM704、IBM704、IBM727 磁気テープ装置と IBM780CRT ディスプレイが見える。レオナルド・ダ・ヴィンチ記念国立科学技術博物館の IBM704、IBM704 は、IBM が1954年4月に発表した、不動小数点数演算ハードウェアを搭載した初の量産型コンピュータである。 IBM 704マニュアルオブオペレーションにはこう記されている。タイプ704電子データ処理機は大規模で高速な電子計算機であり、シングルアドレス型の内蔵プログラムによって制御される。このように、当時の704はかなり複雑な数学を扱える唯一のコンピュータとみなされていた。IBM 704はアーキテクチャと実装の面で、 以前の IBM701 よりも大幅に改良されていた。701と同様に、704は真空間論理回路と36ビットのバイナリーワードを使用した。701からの変更点としては、ウィリアムス間の代わりに次期コアメモリを使用したこと、不動小数点演算命令、15ビットアドレス指定、3つのインデックスレジスタの追加などが含まれている。 これらの新機能をサポートするために命令は完全な36ビットワードに拡張された。701と互換性のない新しい命令セットはその後の IBM700-7000 シリーズの科学技術計算系コンピュータの基本となった。IBM は704は毎秒4万個の命令を実行でき1秒間に 最大1万2000個の不動小数点加算を実行できるとした。IBM は1955年から1960年までに123台の704システムを販売した。プログラミング言語フォートラントリスプは704のために最初に開発された。後にシェアがシェアアセンブリープログラムとして配布した SAP アセンブラーシンボリックアセンブリープログラムと同様である。 最初のコンピュータ音楽プログラムであるミュージックはマックス・マッシューズによって IBM-704 で開発された。1961-1962年物理学者ジョン・ラリー・ケリー・ジュニアとキャロル・ C ・ロックバームはベル研究所で IBM-704 を使用して音声合成を行った。これはケリー・ロックバームモデルと呼ばれるソフトウェア上でデジタル化された。 制度アナログモデルで1961年に歌も歌わせている。このデモンストレーションをアーサー・シー・クラークが実際に聴き2001年宇宙の旅で HAL9000 が同じ歌を歌うクライマックスのシーンが生まれた。MIT の数学講師であるエド・ソープは彼のブラック・ジャックのゲーム理論を発展させながら、かつ確率を調査するための研究の道具として、 IBM-704 を使用した。彼はフォートランを使って研究モデルの方程式を定式化した。MIT 計算センターの IBM-704 は1957年秋にスミソニアン天体物理観測所のオペレーション、ムーンウォッチの公式トラッカーとして使用された。IBM はスミソニアン天体物理観測所の科学者や数学者が 衛星軌道の計算を行うのを支援するために4人のスタッフ科学者を派遣した。ロスアラモス国立研究所はバッチ処理を可能にするスラムと名付けられた初期のモニターを開発した。1959年3月12日、IBM704 は日本の気象庁で数値予報の導入に初めて用いられたコンピューターとなった。数値予報とは 解析する大気の領域を有限個の格子点に分解し、それぞれの格子点に初期値を与えて大気の状態を表す微分方程式を数値的に解く方法で膨大な繰り返し計算を必要とする。そのため、計算機の構造上、繰り返し計算に便利な仕組みを多く持つ IBM704 が選定された。IBM704 の 真空間回路モジュール IBM704 の持つレジスタは次の通りである。デクリメントレジスタとはインデックスレジスタでありベースアドレスからその値を引いて実行アドレスとするためこのように呼ばれた。1命令で3つのデクリメントレジスタすべてを関与させることもできる。命令にある3ビットのタグフィールドは各ビットがそれぞれデクリメントレジスタに対応しているので 複数を ON にすれば、複数のデクリメントレジスタをアドレス計算に使用できる。しかし、複数のインデックスレジスタが選択された場合、デクリメントが行われる前に、それらの内容は加算されるのではなく、一緒に加算される。この動作は、IBM709 や IBM7090 などの、後の科学アーキテクチャのマシンでは、IBM7094 まで続いた。 1962年に導入された IBM 7094ではインデックスレジスタの数を7つに増やし一度に1つだけ選択された。または IBM 7094の互換モードで利用可能なように残された。命令形式には Type-A と Type-B の2種類がある。ほとんどの命令は Type-B 形式である。Type-A の命令形式はプレフィックス3ビット。 デクリメント15ビット、タグ3ビット、アドレス15ビットから構成される。プレフィックス部は命令の種類を指定する。デクリメント部は命令結果を収職する即値を格納するか命令の種類指定に使われる。タグ部はデクリメントレジスタを指定し、指定されたインデックスレジスタの内容がアドレスから引かれて実行アドレスとなる。アドレス部は アドレス加速値オペランドを格納している。タグフィールドで指定したデクリメントレジスタの内容に基づいて条件分岐する命令もある。プレフィックスの2ビット目と3ビット目が共に0の場合、タイプ B と判断されるため、タイプ A の命令は6種類しかない。しかも、STR という命令は IBM709 で初めて実装されており、704では5種類の タイプ A 命令しかなかった。タイプ B の命令形式は12ビットの命令コード、2ビットのフラグフィールド、4ビットの未使用フィールド、3ビットのタグフィールド、15ビットのアドレスフィールドから構成される。命令セットはデータ形式をタイプ A 命令と同じフィールドに暗黙のうちに細分化している。ストアタグ命令は IBM704 には 実装されていなかったが、ワードの残りの部分を変更することなく、データワード内のこれらのフィールドをそれぞれ変更する命令が存在した。リスプの最初の実装では、アドレスとデクリメントフィールドをコンズセルの実装に使用し、リンクされたリストの先頭と末尾をそれぞれ格納している。リスプの原子関数カート CDR はそれぞれ、コンテンツオブアドレスパートオブレジスターナンバーと、 コンテンツオブデクリメントパートオブレジスターナンバーのフィールドに由来する。コンテンツオブアドレスレジスターとコンテンツオブデクリメントレジスターの略とされることもあるが IBM704 にはユーザーがアクセスできるアドレスレジスターは存在しない。IBM704 には IBM711 パンチカードリーダー1台、IBM716 アルファベットプリンター1台。 721パンチカードレコーダー1台、IBM 727時期テープユニット5台と753テープコントロールユニット1台、733時期ドラムリーダーレコーダー1台、および737時期コアストレージユニット1台の制御装置が含まれている。重量は約19466ポンド。704本体には、 36個の制御スイッチやボタン36個のデータ入力スイッチを備えた制御コンソールが付属していた。この制御コンソールでは基本的にはスイッチを使ってレジスタのバイナリ値を設定し現代の LED によく似た小さなネオン管のパターンで表示されるレジスタのバイナリ状態を表示することだけができる。コンピュータとの人間の対話では プログラムはコンソールではなく、最初にパンチングカードに入力され、人間が読める出力はプリンタに送られる。IBM 740陰極線間出力レコーダーも利用可能で人間が見るために20秒という非常に長い、蛍光体持続時間を備えた21インチのベクターディスプレイで7インチディスプレイは、 大型ディスプレイと同じ信号を受信するが、付属のカメラで撮影するように設計された、蛍光帯の軌道が急速に減衰するよう設計されたため高速であった。737時気コ空き憶装置は、ダムとして4096個の36ビットワードを搭載している。727時機テープユニットは、1リールあたり500万文字以上の6ビット文字を記録した。 ありがとうございます。